ケイさんいらっしゃい。みーちゃんしっぽにゃん。ひよこちゃんあり。ひよこ？バトコさんいらっしゃい。さとみんいらっしゃい。しずきいらっしゃい。あんぞういらっしゃい。むねさまいらっしゃい。英語2人いらっしゃい。えーたおさんいらっしゃい。りゅうじ、しろねっこ、すかいいらっしゃい。ゆきいらっしゃい。りーちゃんいらっしゃい。アンドレアいらっしゃい。海と空豆さんいらっしゃい。ジャギいらっしゃい。マナメロちゃんいらっしゃい。ひじきさんいらっしゃい。ごめんね、コメント早すぎて読めないとこも多々あるんで申し訳ない。でいよいよね、皆さん聞いてくださいよ。またてか今日放送をねやるって言ったんですけど、そのままねベッドに入り込んだんだよ。で急にスイマが、スイマっていうのはスイマくんじゃないよ、俺の眠たくなるスイマね、襲ってきて寝てしまいました。なのですぐ放送できなかったです、すいません。で今日は新宿の駅のホーム内にて、なんと俺様が CM に出ます。それを皆さんで見ようっていうわけです。はい、まあ散々ねいろんなリスナーさんからアホバカと無能だと、まあ、言われ続けてきました。で今回まあいろいろね皆さんのおかげでまあ有名人として成り上がることができました。なので俺が無能で無価値で不細工じゃないっていうところをちょっと見せようかなと思います。今日の放送枠はまあとりあえず6時から CM が放映されるんで、それをちょっと出したいと思う。 CM いやいつからって6時からのやつだ、新宿駅終わるまでそれが俺が出る。でさらに表参道の方でも俺は出ます。てかもう出てる、表参道の駅のホームでも。で今日やるか明日は表参道行くかって考えてる。意外に表参道で車で16分かかるからね、遠いんだよな。こんばんは、いらっしゃい。見たい？ちなみに表参道や新宿の西口の小田急線見たよってしている？パルパルのやつ見たよって。え、小田急線だっけ？西口なんだけど、どこだっけ？小田急の新宿西口だっけ？西武線だっけ？ちょっと焦れちゃった。見た人いる？嘘でしょ？パルちゃん好き、俺も好きだよ。サイネージは今日から。どこ？小田急線、小田急線どこ？あれ？西武新宿線じゃないな。小田急線？ちょっと待って、小田急線のに西口か。ちょっと見るわ。小田急線？あれ？小田急線どこだ？小田急線西口。これか？わかんない場所が。じゃあ教えて、ナビゲートして。ナビゲート、あー好きって言ってくれると俺の心が救われる。最近さ悲しいことばかりだったじゃん。で俺もね昔病んでたりとかしてた時あったんだけど、本当に俺の支えになってくれているのはもちろん病んでしまうのはリスナーさんのせいでもあるんだけど、でも支えてくれたのもリスナーさんだ。本当に感謝しかないよ、ありがとう。そう言ってもらえると。小田急線新宿西口デジタルピラーだよ。そこのどこにあるかがわからないんだよな。こんばんいらっしゃい、来てくれてありがとう。応援してる。おーガードをくぐって右ね、分かった。とりあえず西口の方に向かえばいいね、新宿のオーガードね。
そうなんだよ、とうとうね、まあ明日の炎上ニュースでやるつもりだったんだけど、ユリアちゃんがねナーボーさんのストーカーをやってしまったため、某放送サイトでバンですね。27日までバン、まあ明後日かな、明日か明後日までバンだね。こんばんはパルちゃん、いらっしゃい。まあ仕方ないね、ストーカーだから。有名人として一線を越えたな。まあ言ってしまう俺は芸能人だけどね、芸があって脳がある人の人だから。芸能人ある、俺は俳優だからね。俳優さん DVD2 回出てるんだよ。演技はしてるってこと、2回ね。ってことはもうどういうことか、俳優ですよ。このテニコインありがとう。でこの時間帯出歩くなっていう人いると思うんだけれど、すいませんね、この時間帯出歩きます。まだ8時じゃないから歩くね。でたとえ8時過ぎても僕は放送をやるつもりであります。はい、もうこんな言い方悪いですけど、コロナなんてクソくらい、そう思ってるんで。はい、まあ叩かれるの覚悟でやります。放送は徘徊豚で、コロナなんてクソくらい。第一ね、別に人と会ってなんだ、第一人と会って食べるわけじゃないから、これで外出て放送するだけだからね。飲食店、そうだよ、飲食店行くわけじゃないし、仮に飲食店行ったとしてもその飲食店が悪い、8時までの自粛規制を破ってまでやってるわけだから、それを行けてしまう状態を作っている飲食店が悪い。なので俺は何も悪くないんです、何一つっていうこと。あ、夜の部の人いらっしゃい。まあ子供がね、最近子供というか、なんて言うんだ、まあ言い方ひどいけど、夜の放送してなかったから学生の子たちが、まあ、最近ね見かけなかったんだけれど、俺元気にやってるから、みんなが勉強中に昼の方で一生懸命散歩配信してるからね、だから元気だよ俺は。こんばんは、いらっしゃい。俺論破ってる目やばい、俺もね自分でも分かるんだけど、今喋ってて目がさブレてるんだよ、だからコメントが二重に見えてる。そう、ちゃんと見よう見ようとしてるけどね、少しは痩せたか、見るか、じゃあ俺の顔、じゃあ出すよ、特別大サービスに顔を、いきます、出すね顔、初公開だよ顔の、この出すのは初公開です。見たい、キモい、まだ出してないけど、あ、もう今からキモいって言うんだったらもう何もできないわ。じゃあ、お、なんだ、あ、ホストクラブか、ここで、行くよ、出すよ、初公開、俺の顔出し、行きます。いや参るよ、イケメンすぎて自分のことをね好きになりそう、さらに自分のことを。お仏で草なんだ田中、お前こそアニメアイコンで隠れて顔隠しているチキン野郎のくせに、少なくともな、お前が顔がよし悪しなんて関係なく、顔も出せずに人の顔を評価している臆病者には負けないよ、はっきり言うけど。お前みたいなチキンで臆病者でね、自分の顔を隠して石をぶつける程度のクソ野郎に言われたくないね。
半端だ。いいな、イケメンっていいよな。俺がさ、こうやってさ、お嬢さん、あの、LINE 交換しませんかなんて言ったとこで LINE 交換できないからね。やっぱホストになりたい、イケメンになりたい。無理なのかな。やりたいよ。気持ち悪い。いや、まさしくその通り。今のは気持ち悪かった。でさっきのフォローしようよみたいな会話だったからナンパだよ。痩せようよ。俺が痩せる？悪いけどさ、俺が痩せるときは女ができたとき、それしかない。もう一回ダイエットしたんだよ。諦めはついたよね。太ってる方が似合ってる？じゃあずっと顔出しにしとこうかな。痩せてた時がかっこよかった。痩せてる時なんてないけどね。デブの有名ランキングでは全国上位。俺さ、配信者がランク付けするブサイクランキングってのがあるので、俺結構上位だったんだけど、まあすごいブサイクなんだなって感じてる今。だから俺死んだ時、生まれ変わるとするならば、本当にもう男でありたいし、イケメン。あれ、ユリア、バンになったって？バンになっちゃった。嘘でしょ。最悪。いや、やりすぎちゃった。何したのユリア。いや、ナーボーで落として池袋行ったら、明後日までバンになった。え、今帰ってナーボーにリストーカーというか突しようとしたの。話しかけようとして その瞬間にバンで落とされた。あ、もう近くまで行ったの。近くまで行ってタクシーに降りようとした瞬間にバンになっちゃった。じゃあ話しかけられたの？いや、自分タクシーで降りて 話そうとしたらなんか、あ、タクシー危ない、その瞬間に場になっちゃって。そう、うん、で、今帰ってきたの。ナーボーとは喋れてないんだよ。ナーボーとは結局喋れてない。ああ、そっか。今、あのブナマユちゃんがお気に入りだからね。ユレちゃんも同じだよ、正直。ナーボーはもうブナマユちゃんが好きだから。あ、そうなんです。好きというか、今後輩だから。あ、ユリア、もう前向いて歩こうよ。今やユリアはもう違う男見つけて進んだ方がいいよ。そうですよ。うん、ユリアまたホテル行くのか。ユリア、はい、ゆっくり気をつけて帰るんだよ。ユリア、いいケツしてんね。うん、ユリア気をつけるんだよ。お前いい女だから。ユリア好きだよ。ユリア、バイバイ。どうも、ナーボーです。ユリアに最近ストーカーされてますね。勘違いするって？いや、勘違いしないでしょ。俺結構ね、ユリアちゃんに好きってこう、てかさ、はっきり言っていい？ユリアちゃん、俺が放送ツイキャスやるたびに絶対現れるんだよ。これ本当にツイキャスで歩くじゃん。トットットットって歩いてると、あ、たまたまって言って、今帰るとこだったんですよって、本当にたまたま会うんだよ。俺思うんだけど、ユリア狙ってきてない？うん、放送は通知が始まったっつってね、あー、パルパルここら辺か、近いなっつって狙ってきてないかな。気のせい。そう、たまたま狙ってる。いや、俺のことは狙ってないと思うけど、でもまあ狙ってきてんじゃないかなと思うけどね。いや、ユリアちゃんはね、本当に来てる？来てないでしょ。狙ってないよ。あのね、ユリアちゃんのタイプ分かるもん。デブ好きじゃないからね。デブとあとね、ちょっとド M っぽい人好きじゃないんだよ。だから狙ってないよ、俺のことなんて。
配信会で普通だなあいつ。ワンちゃん計算して動いてるかもしんないね。じゃああいつは冗談打つ通じない。だから本物なのかそれとも計算されている行動なのか分かんない。これは判断が不可能。あ、やべ、見てる見てる女の子が俺のこと。ほら今若い女の子が目の前で俺を見て笑いながら喋ってた。いや笑われて知ってるよ。俺は有名にはなりすぎたんだ正直。ツイキャスではまあ1位は言い過ぎだけど5以内に入るほどの知名度はあると思うんだ。ただその知名度はあるかもしんないけど笑われるんだよね。キャーとかじゃなくてはっあの人ウラパルじゃん。こんな感じだから黄色い声なんで聞いたことがないは。いや本当だよ。1まあ1位から5言い過ぎか。じゃあ10位以内にしとこう。10位以内に入る知名度を俺は誇ってるって自分で自負してるから絶対に10位以内には入ってる。知名度で言うとツイキャスでだから笑われてるなっていう感じだよ。でお前会話ができないからどっか行った方がいいよマジで。でってさ俺の放送区で俺がどう言おうがね俺のでって言われる返しがないから。言われはなんだでってお前牛だ。笑われるのもいいところだよ。ありがとう。あじゃあありがとうね10個。ちなみに人は歌舞伎町のまあこの時間帯6時半ぐらいの時間帯からするとまあ人は少ない方なんじゃない。なんか歌舞伎町の終電帰るぐらいの人の量それぐらいだね。そんながっつりいるイメージないで。あっとくんこれこれパルパル。まあ10位内には知名度はあると思う。声かけ率は高いと思う。まあ新やっちょくんもすごいけど10位内に入るね。何言ってんの外の人。外の人ってどういうこと。外の人が分かんないわ。お茶ありがとう。こんばんはいらっしゃひろさん。今から向かうとこは CM だね。俺新宿の小田急線の西口で CM 出るんでそれを見に行くんです。動画もバッチリ収めていくだから見てて。おかわいい子いる。歌舞伎町はね女の子全員かわいいよ。まあそれはねやっぱホスト通う子がいるじゃんたくさんで可愛くなろうというその努力する女の子が多いんだよ。だから化粧に気遣ったり服装をおしゃれにしたりとかしてだからセクシーな子だったり可愛い子だったりする子が多い。本当に多い。西口毎日通るよ。でもね夜の6時から公開なんだよ。だから仕事終わりとかじゃないと俺は見れない。ちょっと短いんだよね時間が。ユリア帰ったよもうどっか帰っちゃった。相当少ないな普段より。いや俺今見たけど多いよこれ。これ多いんじゃないの。どうだ。あ少ないかなこれ。危険のラックは絶対に手にしない。少ない方か。こちらは新宿警察署です。どうだろう。お疲れ様。お疲れ。今一人一人のモラルが問われています。
ブスも中にはいるよ、歌舞伎町。あのね、みんなが思うブスと俺が思うブスのレベルは違うからね。新宿警察署です。はっきり言うけど、俺はみんなが思うブスは可愛いと思うから。そこで客待ち、開運待ちをしている。だから可愛いよ、みんな。居酒屋、カラオケ店など平日のまだこの時間だぞ、十分多いよ。それで禁止されています。流れた CM 今から見に行く、待ってて。いや、みんな可愛いんだよ、おしゃれしてる子は。お田舎もんだからよ、おしゃれしてるだけで可愛いって感じちゃうよ。田舎もんだから、もうなんか普通に美容室行って髪の毛巻いたり、もうすごい超ミニスカート履いてたらもう可愛いって感じちゃう。もう顔とか見ず、髪の毛ずらみたいだな。おい、いい加減しろよこれやろ。なあ、気にしろよこれやろ。お前あっためる気じゃん。これ髪の毛のことだけは言うな、お前。え、ここでいいんだよね。ここ西口まで行かなきゃいけないから、裏ルート行かないか、この橋を越えなきゃいけないんだよね。裏ルート行くよ。てててててててん、てててててててん、てててててててん、てててててん、てててててててん、てててててん、てん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 てれてんてんてれてんてんてててててんてんてん。電波は大丈夫。さっきまで新宿にいたわ。あ、そうなの。星ついてないからまあいいけどね。さっきまで新宿いたわって言ってる人、1個ついてるわ。お茶箱ありがとう、10個ありがとう。あ、ミュートさんだ、ふわっちの。ふわっちのミュートさんが今通った。今ふわっち配信者が通った。まあ、ツイキャスとかわかんないか。仕方された、とんでもないな、お前。ボコボコにしちゃうよこれ。今仕方されたの俺。ミュートっていう人、トリプルお寿司ちゃんの元彼だね。元彼、俺、ま、昔ディスられたけどね。あのデブなんだこの野郎っつってね、言われた記憶がある。あいつにブロックされてる。あ、そうなんだ。ニコ生の人かな、よく知ってるね。いや、よく知ってるというか、まあ大体把握はしてるけど、まあ、ディスられてもいいけどね。で、どこだ、こっから行けばいいの。今日表参道行く予定だったんだけど、起きたのが5時半なんだよ。だから2つあるんだよ、東京で俺広告になるやつ。だからまあ CM の方が6時からだからこっちにした。で、明日行こうかなと思う。で、小田急線の西口に CM で流れるらしいからもう着くんだけどね。今日はニット帽なんだね、かわいい。おい、誰がニット帽だ、お前。取れるかこれ、痛いわ。今自分の髪の毛引っ張ってるけど、完全にガチガチにね、ひっついてるんだわ。痛すぎてやばい。お前いい加減にしろよ、お前。手編みじゃねえよ、お前。じゃあ新宿の小田急線西口だね。どこだ、どこ、どこにあんの。 CM マジ流れてるから、ここかな、はい、東京メトロ西口、どこどこなの西口は。あ、新宿西口とは書いてるけど、ここがここじゃないの。ミュートさんさっきすれ違った。
どこ行けばいいの、地下行けってこと、どこなの。小田急だからここではない、地図があるけど、どこを目指せばいいのこれ。小田急線は小田急行け、だから小田急はどこか分かんないんだって。小田急線どこ、反対側、どこだよ反対側って。え、反対側行くとこれ絶対違うでしょ、小田急線じゃないでしょ。どこ、小田急線、現在地がここでしょ、新宿西口、西口あってるでしょ、小田急線の西口どこ、左に行け、こっち、聞きなよ誰に、駅員さんに聞く、小田急線それ見、あ、こっちか、こっち行けばいいの、駅員に聞けたら、駅員さんがいないんだよ、駅員さん、あ、なんかね、本当俺って時代に恵まれてるなと思う。あのさ、さっきホームレスの方々が並んで座ってたんだよ。で、俺ってホームレスなんだよね、カテゴリーは。ただホームレスと今の俺のホームレス何が違うかっていうと、携帯があるんだよ。ほんと携帯1台で助かってるって感じだから、マジで生まれた時代を本当にありがたさを知ろうかなと。バブル時代で生まれた年取った人はもうこんなできないからね、ありがたいよ。だから俺は今ほんと携帯があれば何でもできちゃうね。あ、これか、ここだ、小田急百貨店、ここ、小田急線来た、ここだよね、さあここだ、ここでいい、小田急百貨店の地下にあるの、地下電波ある、これ電波、中入るわ。北海道フェアやってるんだ。で、小田急線の地下に行けばいいの、これはどこだ、地下か、地下の方に行け、電波大丈夫かな、やべ、地下ね、地下行くよ、家帰りたくなる、帰りな、家帰りたくなるって、帰った方がいいよ。電波悪くなったらごめん、今でも 4G ソフトバンク入るけどね、めちゃめちゃ下降りるとコーヒーの匂いがする。さあここだ、小田急線西口、あった、さああるけど、あれどれだ、入った入った、あ、待って、嘘でしょ、え、ジョージやってんのこれ、え、すごいよこれジョージ、え、すごい、完全にジョージやってるよ、おー、ちょうど、お、嘘でしょ、もうすぐ見つかったんだけど、あ、やばい、音楽も流れてんのこれ、俺が出るんだけど出ないな俺、え、俺どこだこれ、お、嘘でしょ、お、これずっとやってるってこと、ループで、え、
の曲とともに出てるじゃん。完全に。ほら、なんだこれ、憎らしい顔してるけど。大丈夫？しんどくない？仕事休みない？一番だから俺、始めと終わりで流れるよ。で、これずっと流れるってこと？小田急の西口で。ちょっと待って、動画撮るか。ビデオで。ちょっと待って、撮るわ。こうだな。こうでいいのか。 iPad で持ってきたよ、 iPad で。あ、俺いるじゃん。うわ、これがずっと俺が流れるの、これ。ずっとこれ俺が流れるの、これ。一番目立つじゃん、これ。ちょうど、しかも服装がこれなんですよ。あれ、取れない。どうなったの。いや、みんなありがとう。ようやく見れました、うん、しかもこれ1枚だけじゃないんだよ。見てよこれ。ここに永遠と俺が映るんだよ、これ。ほら、これ1個だけじゃないからね、何箇所もある。ほら、俺が出てる、これ。すごいよ。いや、これね、みんなのおかげだよ、本当に。ありがとう。なんか感動しちゃったね、こうやって出れてるから。写真撮っとくか。すごいわ。逆効果。いや、俺この時ね、ちょっとね、ガンガン某放送サイトの広告ばっかだから映っちゃう。ツイキャスもこういう風にやればいいのにね、普通に。いや、ありがとう、みんな感動しちゃったよ。俺がね、この CM に俺様が出た、この出れたことは本当リスナーさんのおかげです。ありがとう、マジで。東京だけだね、東京限定だから。ただちょっと悲しいことを言っていい？あれだけさ、俺が流れてるわけじゃん、 CM で。誰も反応を示さないというか、誰も声かけしなかった。そこだけちょっと悲しいけど、普通さ、あれだけさ、柱が8個ぐらいあるわけじゃん。で、全部俺が映ってるわけじゃん。普通、え、まさか映ってる。あ、おならしちゃった。やべ、エスカレーターでへっしゃ。普通さ、柱が8個もあればねえ、思わない？え、あ、映ってる方ですか、 すごいですねって声かけするでしょ。全然声かけないんだけど、ちょっと自分のこと有名人だよってテロップにしてるけど恥ずかしいな、マジで恥ずかしい。隣で同じ踊りしてるは気づく。いや、服だって一緒だよ、見てよ服装。今日これが流れると思って同じ服にしてきたんだよ。え、何なの、同じ服にしたのに反応ないじゃん、これ。
あ、ちなみに放送時間は6時からだね。あ、応援してます。あ、ありがとうございます。前新宿で会ったカメラ。あ、そうですか。頑張ってください。見ましたか CM。 見てない。見てない。あ、見た方がいい。いや、どっちでもいいです。いや、見ます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、どうも。あ、映さないように。はい、あ、こんにちは。あ、こっち映ってないんで大丈夫ですよ。はい、全然。いや、こちらこそ綺麗な方で。本当ですか。 CM 見てくれました。あ、すいません、何もないです。あ、ありがとうございます。嬉しいです。すいません。いや、なんか友達がすごいパルパレさん好きで。え、その友達は今いないんです。あ、神戸に住んでるんで。あ、そうなんです。あ、嬉しい。え、お写真撮って。あ、もちろん。本当ですか。はい。あ、俺だけでいいです。恥ずかしい。あ、ありがとう。ありがとう。いや、こちら気をつけて。頑張ってください。ありがとう。彼氏にできるかっていうと。あ、もう100点。え、ありがとうございます。まあ正直言っていい、めちゃめちゃいい人たちなんで、放送見てますって。こんな嬉しいことはないじゃん。ただ2人とも CM 見てないって、絶対ファンじゃないでしょ。うん、これだけは言える。絶対にファンじゃないでしょ、確実に。まあちょっと近くにいたからファンの手で来てくれたと思うけど、気使ってね。気使わなくていいんですよ。本当ありがとうね。女性の方も俺のこと彼氏できるかっていう質問に対して気使わせてね、 100% ですって言わせちゃってごめんなさい。言わせないような男になるんだね。いや、 CM って聞いたら何のことですかっていう感じだったけど、首かしげてた。見に行くよ今度。あと1週間しかないけどね。1週間しか、その1週間の間で見れる。社交辞令はそう。じゃあ桃手参道も行っちゃおうかな。あのね、実は新宿の小田急線の西口にもこれ貼られてるんだけど、あの動画がね。ただ表参道の方でもポスター貼られてるんだよ、駅構内にて。それ見に行くか、ちょっとな。じゃあ見に行くか。これ乗れるんかな。乗れます。表参道まで。表参道。はい、表参道駅まで何分ぐらい着きます。あ、20分ですね。この時間だったら20分ですか。いくらぐらいなんです。20分調べますね。20分。表参道ですね。え、表参道駅ですか。表参道駅です。13分ですね。13分だったら。あ、13分に着くんです。そうですね。ああ、びっくりした。ですね、まあ詳しくは分からないけど多分やや近いますよ、ね、あれ。で、4キロ、4キロだったら1500です、ね。ああ、じゃあお願いします。なら嬉しいです。注文が入りました。まあちょっとね、混んでるから。あ、今電話してて、すいません。はい、ライブしてて今。受付終了しました。わかるかな。へえ。外国の方なんです。そうですね。あ、そうなんすか。中国も今大変ですからね。コロナですか。はい、コロナとかね、いろいろ経済的にも分かんないですけど。シートベルトするか。これシートベルトした方がいいですか。そうですね。だけど、こ
高速じゃないか、やりたくなかったな。あ、本当ですか。高速じゃなかったらいいらしいよ。りどうせさ、シートベルトしろって言ってる人いると思うけど、してないんだろ。ねえ、え、知ってる人多いんですか。あ、そうなんです。やっぱり安全ですよ。あ、すいません、あの、そうですね。お茶箱ありがとう50個。ドンチキドンドンドンチキドンドンドンチキジャパン、ありがとうドンチキ。今シートベルトしてるよ、ほら、しろって言うから。ドンチキうるせえよ。うるさくないでしょ別に、うん、何もうるさくないよ。お前のコメントの方がうるさいわ。なんか暑いな今日、冬か本当に。まだ全開でもできますかこれ。ああ暑くてちょっと、あ、気持ち悪い。あ、そう、あの暑くてちょっと、そう、あ、そうなんですよ、すいません、ありがとうございます。さっき500来てた、嘘でしょ、誰？え、誰が投げたの500？マジ気づかなかった。え、500誰？5000円でしょ？タクシー代じゃんだって今。おごりが来たんでしょタクシー代の。え、誰、名前出てた？名前。え？さっき500誰が投げてたの？タクシー代だよこれ。誰かちょっとわかんないけど、ありがとうございます、すいません、お礼の言葉言えなくて。どんどん、お前が今日のアラブ説教大発、孫正義、今夜が君がトップワン、どんどんどんちき、どんどんどんちき、どんどん、ありがとうございます。いや、今からね、ポストを見に行くんで、次は。俺様、この1週間の間で、広告になってるんだよね。で、それは、まあ、リスナーさんのおかげって言っても過言じゃないんだけど、それに俺、出演するんで。だからちょっと見せたいなと思って。で、俺の、まあ、芸歴というか、まあ、どれだけの芸歴をかましてるか、教えてあげようか。まず一つ目が、ホラードラマ伝説の DVD、ツタヤで俺レンタルされてる。で、次が、東京 MX、クイズ番組に俺は出てる。で、さらに、ホラードラマ伝説の DVD にさらにまた出てます。はい、で、新宿の東南口のね、広告、でかいスクリーンあるじゃん。あれにも俺も出てます。さらに今日、小田急線西口の方で CM 出てる。で、さらに表参道でさらに俺の CM が出るという。俺は月曜から夜更かしにも出演しました。なのでもう有名人じゃないです、芸能人です。さらにね、ほぼタレントです、ね、で、給料はもらってません、全部。なのでプロじゃないです。結果有名人です、はい、プロじゃないですね、お金もらってないんで。ギャラは生じてないです一度も。まあこれだけ言ってね、散々言ったんですけど、まあ、ギャラというか、そのふわっちで応援してくれたリスナーさんのポイントがギャラみたいなもんです。ただその会社からお金をもらえるとかじゃないんです。相手の、じゃあ俳優さんですから出演料として、俺が報酬としてもらったのはお弁当ですね、カレー弁当とかそういうの感じです、お弁当は。月曜から夜更かしもたまたまインタビュー取材で映っただけです、はい、特に俺自身に何もないですね。
少林サッカーの時からファンです。高く飛べるデブじゃないから、意外にしろお前。デブなのに高く飛ぶやつだろ。違うから、頭に来ちゃうのお前。ぶっ飛ばしていい。そうでしょ、お前の言い方だと高く飛べる豚ってことでしょ。ボールの方、そうそう、ボールでね、よくね転がってるんだよ。すごい、サッカーボールという名前がついてるからね。どうなんだよ、もっと蹴ってほしい。極戦にも出てたよね。極戦でね、あだ名がクマという名前でヤグザみたいなところで働いてるね、人じゃないです。クマじゃないですね、あの金髪のやつでしょ。お前ほんとぶっ飛ばしていいよお前。ジャイアンでもないよお前。頭に来ちゃうなお前。沼？いや沼は沼かもしれないけど、1213、お前絶対ユイガさんだろそれ。天まで届けから時代からファンです。ちょっとわかんない、天まで届けはいたのそんなキャラクター。天まで届けはわかんないっす、いたのそんなデブキャラ。天まで届けってキャラクターにデブキャラいたの、わかんないわ。天まで届けがわからないもん、そもそもが見たことない。ジュレネーションキャップ、よーこんない。ゴローっていうキャラクターでいたの、デブでゴローっていう。キテレツ、ブタゴリラじゃねえよ。何でもかんでも言ってんだお前。ぶっ飛ばすぞお前。マジで、あ、警察官のゴローっていうキャラクターがいたんだ。天まで届けって俺知らないわ。何年のドラマのやつそれ。俺が知ってるのってほんと極戦とかで、ドンピシャはその世代だからね。山の不動、いやケンシロウだけど、山の不動は嬉しいけどね。ラオウが唯一恐れた男だから、恐怖に怯えたんで、この恐怖に打ち勝たなければいけないとね、ブルってた、ブルはしたからね、ラオウ。別に山の不動は気が悪くないけどな。魔人ブームじゃないよお前。天まで届け愛の活劇、愛の劇場枠で1991年から2004年にわたり放送されてた。めちゃめちゃ長期対策のドラマじゃん。そんな、じゃあ人気があったやつか。キングオブファイターに出てたプロレスラーの人、ちょっとわかんないわ。キングオブファイターが誰なの。そう、千と千尋に出てたよ。千尋がお父さんとお母さんを区別しなきゃいけなかったで、ここにはいないって豚を見ながら言ってたね。嘘はダメよおばさまって。なので豚じゃないですね、はい、ぶっ飛ばしていいよお前。玄太くんでもないよ。めっちゃ序盤出演、いや最後にも出たんで、豚ブヒブヒ5、6匹の豚を千尋が区別するんだよ、そのブヒブヒっていう豚を。それでまあ判別するっていう流れで、いないんですっていう。忍たま乱太のしんべヱですか。忍たま乱太郎に出ていますかっていう流れだろ普通。もうお前答え言っちゃってるじゃん、何も言えねえよお前。しんべヱとか福くんこうなるんか。いや福くんに失礼だろな、福くんがこうなるのかって。いやお前らと会話してると楽だな、突っ込めばいいんだから。楽な放送だわマジで、楽だわ。お前ら振ってくれるんだよネタを。小錦、日本語で遊ぼうに出ていた小錦じゃないです、はい、寺田心でしょ。大きくなった、ありがたいね。
コニちゃん、え、コニシキは日本語で遊ぼう出てたよね。普通に何も動かずにさ、会話してるだけみたいな、こんな感じで。ボブサップさんこんばんは。仮に俺がボブサップだったら人種超えちゃったね。色が黒くないだろお前な。あ、いくらボブサップは言い過ぎだろ。春馬富士、いや確かに似てるかもしんないけど、まあ、モンゴル人似てるって言われるね。あ、もう着くんじゃない、表参道来た。そうですね、マスクに来た。あ、わかりました、すいません、近い。やっぱ運転手さんが優秀だと助かりますね。え、助かるわ。1540円。あ、ここでいいですか。あ、ここ駅ですか。駅どこです。駅は月当たり前。あ、駅の方まで行ってほしいんですけど、はい、駅のホームだっけ。分かってくれてるわ。今あの5000円分飛んだからね。だからおごりです、その人の。ありがとうございます、おごっていただき、感謝感激雨あられ。タクシー代にさせていただきます。B2 だよ、めちゃめちゃ地下じゃん。電波あんのそれ、 B2 って入んのかな。ソフバンマジ弱いからね、電波。そこだけ心配だよ。原日本、日本版通りって書いてたけど。すいません、ここでいいですか。はい、ここでいいですか。あ、ここ 駅がどこです。駅はここ。あ、地下。あ、そうです、わかりました。じゃあ2000円からで。ああ、します。いや、お釣りいいです。いいですか。はい、領収書だけ。わかりました、すいません、ありがとうございます。め、め、ちょっとうるさかったんでね、すいません。いやいや、全然申し訳ないです。本当はお釣りね、あげたくなかったけど、みんなが迷惑かけてるから、うるさいから、お礼でお金出したよ。迷惑企業220円取られちゃった。220円。で、降ろされた場所がまさかのここなんだけど。嘘だろ。え、まあ、駅は駅だけどさ、駅のホームまで行ってくれないのこれ。こんなことあるかよ。ここなの、駅のホームじゃないじゃんこれ。桃田三道駅だけどさ、ここで言ってんのこれ。ホームまでタクシーは行けないとこなんだ。じゃあ一応表参道駅の地下入るよ。これ電波大丈夫か、これ電波さ。 B2、 あ、ここか。こう行って右に行けばいい。ここか、ここに行けばいいの、出口 B2 ってことは。でも A2 だから、こう右に曲がってここで行けばいいんじゃない。 B2 にあんだよね、青山通りのところ。ここにあんだよね。ってことはまあまあ遠いところに落とされたな、これ。やっぱお金返してもらうかな、お釣り。頭にきちゃうよこれ。まあまあ遠いところに落とされたな、まあ、俺が言わなかった俺のせいでもあるけど、頭に来ちゃうよこれ。これ歩かなきゃいけないじゃん。よだれ垂らしながら息ハーハー言わなきゃこれ。え、どう行けばいいんだ。 B だろこれ、信号渡ればいいのか。歩きよ豚野郎。おい
お前やめしろよお前、悪態しかつけないのか、おい悪態しか、あんま怒らすなよお前。ダイエットしろ、今ダイエットするじゃん、歩くんだから。キレゲーじゃない、本当にキレてるんだよ俺は。え、あれってコーヒーメーカーの本社ボス、これコーヒーメーカーのボ、え、これ本社かな、ボス缶コーヒーの合ってる本社。おー投げたの、キュン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 とキュンキュン、ありがとうドンチキ、ありがとうございます。もみあげがプレスリーみたいになってる、それはどういう意味、褒めてるの、プレスリーが分かんないわ。待てよ、で駅のホームを目指すからここ渡ればいいのか、でここに駅のホームがあるのか分かんない。表参道来たことないからさ、どうすんだよ。え、まあすごい声響くわ、すごいね。プレスリーが分かんないわ。ここをまっすぐ行ってあるんかな、駅のホームみたいな。あれどこだこれ、人いないね。 CM 何時から、もう終わったよ、もう取りに行った、今ポストだね。絶対ないだろここ、駅のホーム、え、おしゃれだね。ここのどこにあんの、駅のホームは。地下降りた方が早いかこれ、地下降りた方が。立ちんぼしかいない。表参道ってさ、本当何があるの？表参道は聞いたことあるんだよ、ただ何が有名っていうのは聞いたことがないわ、名前しか。左歩いているよ、新宿じゃねえぞ。いや新宿はもう終わったんだよ、新宿編は。で今表参道のポスターになっている俺の顔つきの写真を見に行くんだよ、個人的な顔つき写真。地下行くわ、やばいなこれ、地下電波やばいかも、えぐいわ。うわこれ電波死ぬかもしんない、入る、これやばいって。農業ガールの配信では地下で電波あった、俺ソフトバンだからさ大丈夫かな。でここ入ったでしょ、 B2 の方だよね、 B2 ここか、こっちから B2 だ、 B2 ホーム的には銀座線のかな、ここが、ここら辺が B2 ら辺かな。地下2階、ここでしょ、地下2階は。え、どこ地下に、いや B2 っていうのはあれじゃないの、番号で振り分けてた通路じゃないの。いや、わかんないこれ、渋谷出口方面らしい、渋谷出口方面、わかんないよこれ、渋谷出口方面。地図見るべし、地図見るか。豚2階、渋谷、どういうこと、渋谷っていう文字がないんだけど、豚2階、
あのな、いくら俺が英語とローマ字が弱いからっつって豚ぐらい読めるんだよ。マジ吹っ飛ばしていい。頭にきちゃうな。これ何線なんだよ、ちなみに。表参道でしょ。でさらに地下があるのか、これわかんない。地下2階降りてみるか。お、今地下2階降りるよ。これ電波悪くなったらごめん。でもね、千代田線、銀座線、半座も線って書いてる。渋谷線の出口、もう一回帰ってくんない？渋谷のどこ？渋谷線？半蔵門ね、半蔵門。渋谷のどこ？半蔵門。どこ？半蔵門。山手線？だからどこ？渋谷線。渋谷のどこよ？表参道の。青山大学方面の方行って、あ、こっちか。じゃあ通り過ぎてないでしょ。表参道改変外通路地下2階渋谷方面出口。じゃあここだ。青山大学の方に行けばいいのね。いやもうやばいわ俺。東京ってさ、マジ駅のホーム迷路なんだよ。巨大に続くね、アリの巣みたいにいろんなとこがぐちゃぐちゃになってるの。これ迷っちゃうよ普通に考えて。渋谷方面出口って聞いて、渋谷出口方面、ちょっとわかんないこれ。渋谷出口方面、すいませんすいません、渋谷出口方面とわかりますか？わかんないです、すいません。渋谷出口方面、駅員さん聞くわ。もうこれ怪しくないでしょ別に。女の子に声かけたの怪しかった俺。今一切怪しくないでしょ今の。渋谷出口方面、すいません。はい、あ、渋谷出口方面と分かりますか？渋谷出口方面っていうのはないですけど、はい、渋谷駅の方に向かう出口でいいですかね？はい、そうです。はい、でしたら B1 か B2 どちらかです。B2 ですね。B1 か B2 どちらかです。どこ行けばいいですか？こちらまっすぐ、はい、B字路右に曲がってください。はい、わかりました。ありがとうございます。怒られるのかと思ったわ。場所どこですかって聞いてるのに B1 と B2 ですって言われて。キレすぎ、いや怒ってたと思うよあの感じは。うん、俺の感じは怒ってたよ。そう、めんどくさそうだった。久しぶりにメンタルやられちゃったな。心が痛いわ。駅員さんに声かけしたらあんな対応されるなんて、頭にきちゃうよ。疑われてる？おかしいだろ疑われる。何もしてないだろ。で B2 かこれだな。あった、ここだ。じゃあこれでしょ、 B1 か B2 で、 B2 の方でしょ。ここにポストがあるって。こう B1 か B2 で、こう B2 の方になるんでしょ。これだ、もう出るぞこれ。いや、あればいいけど。で B2 の方来た。ここで B2、 あと俺のポストだけ
落書きはされないでしたさすがに。で？どこだ？こっちが B4 でこっちが B1？ あ！出た！え？そうです、すごいんだけど、あったわ。え？これでっかくあるわこれ。こう下にあるわこれ。下の広告がね映らないよ。え？すごいこれ結構一面にあるよこれ流れ的に。わかんないこれルイポヨちゃんとか。大地さんなんか絡んだことある。キングさん、お寿司、あこの人が来てたのか、なっちゃんさん、ウニタンチーサーさん、ちょっとわかんないわ。俺はどこにいんの？これいないんじゃない？ワンちゃんいるの？大丈夫？これ大丈夫？これいないじゃん俺。選ばれてないの？なあ。知らんやつばっか確かに。あ、覚醒あられちゃん。あ、右乳いるじゃん。いけちゃん。なんかサプリくんのだけでかくね、頭。なあ。みんなさ、画面に収まってない。サプリくんだけおかしくね、これ。でかすぎなんだけど。お父さん。月さん。両方パパなんだよ。パパ。子供も今年生まれたんだよ、二人。まあ、去年だけどね、父は。で、私、働いたら負け。あ、ブーちゃんだ。今日、全員付き合うんだ、別れちゃった。ブーちゃん。アームチンね。うん。あれ？見たことあるな。これ、加工してんな、この人。なあ。加工してんだろ、これ。いつも肌ブツブツなんだよこれ。加工されてるはずなんだよ。あ、違う、加工されてなかったらブツブツなはずなんだこれ。加工写真使ってる。え？飽きるな。春季、春日、オワコン、養分、F 村、ぶっちゃんさん、みつさん、すみかれいさん、ラムネタンさん、でわかくん、まさやん、でひろさま、君の瞳に映る、おかまいま、そして俺が映ってます。完全に俺が。上が良かったけどね。下か。え？俺映ってるわ。ラブキューン。落書きされないでしょ、この。写真撮りたいな。で、なんと今日は服装同じです。撮ってほしいな、これ。写真だけ撮っていい？写真だけ撮るわ。タイマーにするか、タイマー。タイマーできないの？タイムプラスか。何これ、タイマープラスって何？ビデオの方がいいか。
みんな来たよ、ありがとう、応援してくれてありがとう。映ってないとこで動画撮ったから。であとはこれだね、ゆきりん、わかんないわ、まゆゆ、あのまゆゆなの、違うよね。これももちあちさん、七色ちゃん、あとは、ああそういうことね。これは入賞した人たちは全員映るけど、あとはもう寄せ集めみたいな、入賞できなかった人。ピットくん、眉毛、あー、花火ありがとう、探知機ニューさん、マスキングテープ、カータン、まっちゃん、おー、茶爆ありがとう、ありがとう、こちらこそ。眉毛、え、これ眉毛って、この眉毛やな、絶対嘘でしょ、顔全然違うじゃん。これ眉毛な、これ綺麗なんだけど。え、これ眉毛な、あの眉毛、嘘だ、こんな綺麗になるの、眉毛なんだ、知らなかった、絶対違う人だと思ったけど、めっちゃ綺麗じゃんね。やっぱすごいね、オイランだ、オイラン。眉毛って本気出すと綺麗なんだよ。いや、まゆ自身も綺麗だけど、まっちゃん、わかんない、立花さんで、誰、あ、よっさんか、もうわかるけどね、完全によっさん、振動深瀬さん、黒崎さん、ちょっとわかんない人ばっかだ。で、リダマン、エンディ、誰？あ、Rさん？おもちさん、綺麗このおもちさん。みなみさん、あ、ルーちゃんね、大変だったんだよ。コロナウイルス感染して妊娠中に大変だったんで。ゆめっこさん、ゆめっこさん、よくあんなこと、あれ R さんじゃないの、 R って書いてある。中島さん、綺麗だね。で、まーみ、まいまい、まいまいさん、ふわっちってこんな可愛い子結構いるんだね、7位。で、これまだあるわ、キテレツムロヒ、プニさん、これ何話の、いや読めない感じ、カニ味噌、キーちゃんさん、いっちゃん、全然わかんないわ、モンロンさん、謎の整体師、お、知ってる、アイちゃん、かわいい、ネタロウ、かわいい、見たことないけど、長渕さんいるじゃん、これ本物、長渕裕二って書いてある、これ長渕さんいるよ、いるよ、ほら長渕、ふわっちに出てたの、これ本物なの、裕二って書いて、長渕裕二で、長渕ちゃん顔は、あ、お兄ちゃんの方な、これよ、だってほら長渕裕二本物じゃん。コロチキさん、かわいい、タータン、え、タータンって、あのタータン、タータン、え、タータンって、あのタータン、え、違う、タータンってどのタータン、タータン、あ、違うか、タータンとか違うわ、これあのタータンじゃないか、違うか、びっくりした、確かに、あ、ついてないもん、ゆいぽちゃん、え、あのタイタン、
違うでしょ。顔出しないじゃん、あの人ね。で、ゆいぽんさん、ギャリおいおい清潔そう、佐藤うさこ、ゆうくん、ゆうくんわかるでしょ、これホストのね。リトさん、みずき、カニちゃん、ルルさん、なにわのまーちゃんです。これが主にこれですね。知らない人ばっか、わかんない俺も。まあこういう感じで出てる。でまあこういう風にね輝いて見えてますけど、あのまあね全員が全員じゃないですよ、もちろん、まあ、俺も含めなんですけど、汚い世界なんでね、汚い世界、うん、それだけ言っときます。みんな輝いて見えてますけど、汚い世界です、これだけ言っとくんでね。こういう風に輝いてますけど、俺は俺なんでね、はい、じゃあねこういう感じです。でも幹部会はこうやって出れてるから嬉しいね、うん、ありがとうみんな、出れてよかった、めちゃくちゃ嬉しい、ありがとうね。ありがとう、やっぱね、これだけ応援されたことが嬉しいね、本当に。俺のおかげじゃないんだよ、これみんなが応援してくれたおかげだよ、ありがとう。あ、セイジ来た、セイジいるけれど、セイジさん、これこれセイジさんだよね、セイジ、せいさん、これね、ちょっと文句言っていい？これ加工してるでしょ、これね、やめろよ、加工は、嘘つくのは。ちゃんと加工は外しなよ、ちょっと痩せてる風にも見えるし、これおかしいでしょ、これ、せいさん肌がなあ、せいじおかしいだろ、お前おかしいだろ、完全に。おい、せいじおかしいんちゃうか、せいじさん。でもいい写真だね、足なんか細いな、見える感じ。キスマークついてる、どこ、キスマークどこにいるの、ないじゃん、キスマークついてないでしょ。なんか俺でも一番目立つよね、まあ、みんな格好つけてるわけじゃん。で、せいじさんだけはこういう感じだから。いいね。うちちゃうわ。ちなみにせいじさんの、あ、違う。トイは。カリちゃん、ありがとう。せいじも行きな。これ渋谷のね、方面、B1 っていう通路側にあるから。B2 だ、 B2 側ね。まゆ来た、まゆはこれだね、まゆさんはこれ、なんでこれまゆなんでしょ、まゆ映ってる、あの配信者が来たら映すよ、いる、俺映ってるんだけど、映すけど、あと映してって人いる、配信者大丈夫で書きな、私配信者なんですけどいますかって、いけない人で映すよ。ナーボー、ナーボーいないんですよ、これなぜならこれですから、はい、名前は言いませんよ、ツイキャスいないの、配信者で。ララヤンみたい、ララヤン、わかんない、ララヤンいたっけ、ララヤン
ヒドンナさんいた？映ってないじゃんこれ。ラムネタン、これね、女の子に見えるでしょ、男だから。めちゃめちゃそこら辺にいる女の子より綺麗だから。男の子、男の娘、男の子、ニコ生で有名な人だよ。菅さんいないね。え、これありなんだ。へえー、コンビで やるのありなのこれ。アキルナ今ちょっとスーってやったけど、え、これありなの。アキルナは2人でありなんだ。俺もコンビ組んでやろうかな。じゃあ俺はこれだね、さっき映したけど、ラブラブキュンキュン、ラブキュンキュン。マサヤンいるよこれ。マサヤンいた今。でかく映ってるよマサヤン。これ一番いいとこにいるよ自分。めちゃくちゃリナネコなんていないんじゃない。なんか俺気に食わないわ。下だわ、上にしてよ。なんで下なのこれ。上の方がいいじゃん、気に食わないわ。なあ政治、俺ら下だぞこれ。おかしいだろね。気に食わないわなこれ。なんでこれ地面とこのね、30センチぐらいの差なの。おかしいだろ、ほぼ地面だよこれ。あ、デブーちゃん、イケちゃん上か。普通にで右ジシと、まあ、こんな感じだね。ゲロちゃん、あとはもういいかな、いないでしょ配信者。デブは視界に入っちゃダメっていうことだね。うん、アムチンいるよこれ。ホストみたいな感じ。なんだこれ、絶対高いだろ。後ろの刺繍みたいな、すげえこれスーツ。これやばいやつじゃないの。これフワッチ一番稼いでる人だからね、この人。フワッチで一番もう何億稼いだよこれ。え、これゴディバのベルトじゃないの。ゴディバ、ゴディバ。ちなみに1位に争う稼ぎの人はこの人だ実は、うん、このイケメンとかね、可愛い子がいる中で、まあ、ほぼ1位この人なんだけど、1位、まあ、3位、1位、2位、3位、4位、5位ぐらい争うのがこの人だから実は。まさかのね、せいぜい今日退院したばっかだ。こういう感じで、アムチンの下だね。確かに悪意があるかもしれない、アムチンの下。ああ確かに、そう言われればメッセージとして伝わるかも。アムチンの下って、まあ、分かる気がする。コトカちゃんいないんじゃない。コトカいないね。コトカちゃんいたっけ、見たけど。まあっていう感じだね、まあ、あんまいないね。あとはこれだけだね。リリーさんもいないね。パルの上、まあ俺はでもまあ納得できるかなって感じだけど。若くんだね、アニメアイコンの下に負けて、まあ、アイドル系だからね、負けて当然かと思うけど。若君、まあ、これはまあ仕方ない。若君分かるでしょ、若君 R18 指定の人でしょ。おー、みんな来てくれてありがとう、ペチャ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 言ってるやつ。全然ジャンルが違う、ジャンルが。これこれっていうことです。まあてな感じでね、今日のやつかな。
なんかでもフワッチって可愛い子多いんだね、たくさんな。普通に。よし、まあこんな感じかな。みんなありがとうね。うん、でもやっぱ配信者が多いわ、たくさん。配信映しながら来てる人が多い。よかったよ、同じ服で来たしな。みんなありがとうね、応援してくれて。モチベーションが上がったよ、配信の。こうやってね、自分が夢に思わないよね。こうやって広告の紙に載ったり、動画に載って CM に載ったりとかするの夢に思わないよ。自分がなれると思わないからね、こういうのマジで。だから嬉しいよ。みんなの応援のおかげでありがとう。ツイキャスもね、やればいいのにね。そしたら盛り上がるのに。はぁ、疲れた。見せてくれてありがとう。いや、こちらコース乗せてくれてありがとう。ありがとうございます。写メ撮った。明日フワッチでやるから。うん、明日フワッチでやります。ああ、階段がしんどいわね。何、サメちゃんって。サメ島さんがどうしたの。まあ、辛いことあったけどね、サメちゃんもな。パイセン、まあ辛いね。ああ、さっきの骸骨をパイセンって呼んだんだ。で、今鮫島さんにも重なったから鮫島って言ったんだね。なるほど。っていうことです。じゃあね、まあ、今日のフワッチ今日のツイキャスは、まあ、ちょっとフワッチの広告ばっかだったからフワッチって勘違いしちゃった。まあ今日の放送はここまでにしようかなと思う。ありがとうございます。新宿歌舞伎町交番前まで。交番前、ドア閉めます。ええ、お願いします。早めのコースで。じゃあちょっと終わりますね。ありがとうね、みんな。お疲れ。このまま帰ってまた明日のネタ探しするんで、よかったらよろしくお願いします。応援ありがとうね。お疲れ。パルパ、あ、ごめんなさい。どうぞ。はい、ともすると左明治通り右折よろしいですか。はい、パルパール、じゃあね、ありがとう。録画残しとくんで見てね。お疲れー。